はい、皆様こんばんは、本日もやってまいりました水曜チュラチュラ作戦のお時間でございます。この番組はキノワンシティ FM81.8MHz からお送りしておりますほかにサイマルラジオですとかリッスンラジオなどネットで聞くこともできます。ネットでは、全国で聞くことができますのでぜひとも多くの方々に紹介していただければ幸いかと存じます。この番組は、私コギーが主に沖縄にまつわる様々な話題を取り上げましてそこから問題提起をし沖縄をより住みよくするための方法を皆様ともに考えていく番組でございます。さて、本日は、1月17日ということでですねちょうど阪神大震災から、23年という形になっております。まあ、23年前と言いますと、まあ、私当時、中学校3年生で北海道に住んでいたんですけども、まあ、北海道ですとか東北地方では、まあ、結構大きな地震震度5以上の大きな地震が頻発しておりまして、まあ、近いうちに、まあ、こういった阪神大震災級のですね、まあ、地震が東北地方あるいは北海道地方で起こるのではないかというふうによく言われておりました。ところがこの関西地区でですね、まあ、大きな地震が発生するのではないかというふうに予想する方は、まあ、ほとんど皆無に近いような状態になっておりまして、皆様もですねおそらく当時、まあ、関西地区で大きな地震が発生するとは予想していなかったことかなというふうに思います。まあ、このように、まあ、誰も予想していない地域でですね、まあ、大きな地震が起きるということでですね、まあ、この阪神大震災の教訓も、まあ、沖縄県民の方々も決して一言ではないなというふうに近々思っております。まあ、この阪神大震災でですね、まあ、特筆しておきたいことはですね、まあ、復興がかなり早いスピードで進んだということであります。当時運輸大臣を務めておりまして、まあ、昨年の衆議院議員選挙前にですね、まあ、政界を引退しました、まあ、亀井静香さんが敏腕を振るってですね、まあ、阪神大震災の復興が早めに進んだということが挙げられます。まあ、この阪神大震災の復興にですね、まあ、亀井静香さんが大いに貢献したっていう点はですね、まあ、竹村健一さん、まあ、評論家のですね、まあ、竹村健一さんが書かれた、まあ、この人が忘れられないっていう本の中に詳しく書かれております。まあ、この本の中のですね、内容をまあ一部だけまあ簡単に紹介しますと、まあ、当時運輸大臣を務めていた亀井静香大臣のところにですね、まあ、役人が、まあ、阪神大震災の復興計画を持ってきました。その計画書の中にはですね、まあ、2年で復興させるというふうに書かれていたんですけども、まあ、これを見ていたの亀井大臣がですね、まあ、2年では遅すぎるから1年にしなさいというふうにですね、役人を諭しました。まあ、その結果ですね、まあ、阪神大震災の復興につきましては、まあ、亀井大臣が指示したように、まあ、1年間で進むことになりました。実はこの阪神大震災のですね、阪神大震災から の復興が早いということはですね、私自身も現地に行って目にしております。阪神大震災から5年が経ちました、まあ、平成12年にですね、まあ、私当時大学生だったんですけども春休みを利用しまして2泊3日で神戸を旅行してきました。で、神戸の街並み、様々なところを歩いていますと、まあ、とても5年前にですね、まあ、大きな大震災が起きたとは思えないくらいに、まあ、復興が進んでおりました。現地の人に聞きますと、まあ、壊れた建物がですね、まあ、取り壊された後、駐車場に変わったっていうケースはあったそうなんですけども、まあ、それ以外はですね、まあ、ほぼ、阪神大震災前とですね、まあ、変わらない生活を送っているということになりました。まあ、この時私はですね、大災害からの復興につきましては、まあ、政治家がリーダーシップを取って、早めに進めていく必要があるなというふうに実感しました。で、東日本大震災が起きましてからはですね、まあ、5年よりも長い月日、まあ、6年10ヶ月が経っているんですけども、この東日本大震災につきましてはですね、まあ、復興がかなり進んだ地域もあれば、まあ、福島県のようにですね、まあ、帰還困難区域といいまして、まあ、住民がまだ帰宅できないという地域が残っております。まあ、この帰還困難区域ではですね、まあ、復興が全然進んでおらず、まあ、6年前に時計を戻したような、まあ、そういった感覚すらあります。まあ、この東日本大震災の復興を急ぐためにもですね、まあ、ぜひとも、まあ、政治家の方々にはですね、まあ、敏腕を振るっていただいて、まあ、リーダーシップを取っていただいて、まあ、復興を急いでもらいたいなというふうに思います。まあ、東日本大震災だけではなくてですね、熊本の大震災、あるいは、まあ、去年起きましたですね、まあ、九州での大雨、これによるですね、災害の復興につきましても、まあ、政治家がリーダーシップを取って復興を急いでいただければなというふうに思います。では本日はですね、もう阪神大震災当時に、まあ、流行った曲をお送り出します。
まあ、ポッキーの CM で流れていましたので、よく耳にした方も多いかと思います。LR のナンバーからお送りいたします。Hello, it's me. はい、冒頭ではですね、まあ、震災の復興には、政治家のリーダーシップが必要だ。まあ、政治家のがですね、まあ、リーダーシップを持って、まあ、きちんと改善を進めていかなければならないっていうお話をしましたけども、これから紹介するニュースもですね、ある意味政治家が、きちんとリーダーシップを発揮して、ぜひとも改善していっても、もらいたい問題を取り上げます。先日の産経新聞の記事に載っていたんですけども、そこから紹介いたします。見出しは、沖縄県が観光収入を課題発表、基地の恩恵少なく見せ、反米に利用化。で、記事の中身を読みます。沖縄県が県民経済計算の参考資料で、観光収入を課題計上していることが3日分かった。異なる基準で計算して基地収入と比較し、結果的に半基地、脱基地の県政に沿う形で観光収入を大きく見せかけていた。県民経済計算は売上高などから経費を引いたいわゆる利益部分を公表するが、同県の観光収入は売上高をそのまま公表。統計上欠陥がある状態で、米軍基地反対運動の材料にも利用されている。沖縄県は、翁長雄志知事が講演や記者会見で観光収入を引用して、経済の基地依存の低下を強調し、沖縄経済の最大の阻害要因は米軍基地との主張を展開。地元西や基地反対派による沖縄経済が基地に依存しているというのは誤りとするキャンペーンや運動の材料にもなっている。沖縄県は平成26年、県民経済計算の参考資料で、同統計には現れない観光収入、5341億7200万円と、基地収入である米軍基地からの要所所得、1519億8300万円を公表している。県民経済計算は本来、売上高や出荷額から中間投入額、原材料費や光熱費など中間投入額を除くルール。基地収入は、米軍所得者の軍用治療などの合計で、もともと経費はかからないため、県民経済計算のルールに沿った数字だ。まあ、後の記事はですね、まあ、時間の関係で省略いたしますけども、まあ、このようにですね、沖縄県が公表する資料の中で、まあ、観光収入が過大に評価されて、過大に計上されている。しかもこの県民経済計算という資料ではですね、利益額を載せるというルールにもなっているにもかかわらず、なぜか観光収入だけは利益額ではなくて、まあ、総売上高を記載している形になっております。まあ、この観光収入、5341億円で、まあ、これがいわゆる企業で言えばですね、総売上高になっております。一方、米軍基地からの要所所得につきましては、まあ、1519億円なんですけども、まあ、これは丸々利益額。まあ、企業で言えば、まあ、純利益の額になっております。観光収入が5341億円、基地からの収入が1519億円と言いますと、基地収入はですね、まあ、観光収入の3分の1にも満たないということになっておりまして、やはり このようなですね、数字を見ますと、まあ、基地に対するですね、まあ、沖縄県の依存度というのが低いなというふうに見えるんですが、ただ、先ほども言いましたように、まあ、この観光収入というのがですね、売上高を示しております。で、純利益となりますと、まあ、よくて、その売上高の 10% いけば、かなり良い方だというふうに言われているんですね。で、こちらの方なんですけども、では、一体、観光収入による、まあ、純利益はいくらかと言いますと、こちら、利益率をですね、まあ、資料から調べていってですね、出した方がいらっしゃるんですけども、その方の話によりますと、まあ、この観光収入の利益率が 4.6%、5341億円の 4.6% だというふうに突き止めました。で、これ計算しますと、まあ、額で言いますと、約245億円というふうになっておりまして、実際に観光からですね、得られる利益と、純利益というのが、沖縄県全体で245億円という形になっておりますから、まあ、基地から得られる利益のですね、まあ、6分の1以下に過ぎないということになっております。
まあ、こちらの方なんですけども、やはり、先ほど紹介した記事ありますように、まあ、ルール違反を犯しているということもありまして、まあ、かなりこれ、問題のある行為だなというふうに思います。まあ、こちらの沖縄、県民経済計算、こちらの資料はですね、県民経済計算という資料になっておりまして、こちらの沖縄県のですね、文化観光スポーツ部観光政策課のですね、ホームページから見ることができます。まあ、こちらの県民経済計算ですね、沖縄県、文化観光スポーツ部、観光政策課のホームページからの見てみたんですけども、実際には、まあ、PDF 形式で145ページにもわたる資料になっております。まあ、こちらの資料なんですけども、まあ、平成26年度のですね、1年間分のですね、統計を示しておりまして、まあ、こちらの統計がですね、ホームページに掲載されたのが、昨年の12月22日付でした。昨年の12月22日付と言いましたら、やはり、県政がですね、まあ、中山県政ではなくて、翁長雄志県政の下で、公表された形になっております。で、翁長雄志知事といえばですね、私の仕事の8割から9割は半基地だというふうにですね、述べたこともあります。非常に、基地に対してはですね、嫌悪感を示しておりまして、まあ、普天間基地の移設につきましては、まあ、辺野古移設は反対。まあ、普天間基地につきましてはですね、辺野古移設は認めないという、そういったスタンスを取っておりまして、まあ、裁判まで起こしております。まあ、そういった人がトップの下でですね、まあ、こういったふうに、まあ、観光収入が課題に計上されている、しかもルール違反という形でですね、まあ、ルールと言いますのは、もう一度申し上げますと、まあ、純利益額を示せなければならないというルールを違反してですね、まあ、純利益額ではなくて、まあ、総売上高を示しているという形になりますと、やはり、どうもこちらはですね、県民経済計算の方はですね、まあ、翁長知事の、まあ、指示によって、まあ、このように、観光収入だけは、まあ、課題に計上されているというふうにですね、まあ、疑われても仕方がないなというふうに思います。で、観光収入額なんですけども、他の項目はですね、他の項目、例えば先ほど申し上げました、米軍基地からの要素所得ですとか、他の所得につきましては純利益額が示されているんですけども、まあ、観光収入だけは純利益額が示されていないという形になりましたら、やはりこちらをですね、翁長知事のトップダウン、あるいは指示でですね、変えられた可能性がある。観光収入を、まあ、過小、観光収入をですね、まあ、過大評価する形でですね、まあ、掲載されたっていう、掲載された疑いもですね、まあ、非常に高いなというふうに思っております。まあ、こちらはですね、民間企業で言いましたら、粉飾決算に当たるのではないかなと私思っております。まあ、粉飾決算でですね、まあ、重い懲罰を受けたっていう企業はですね、まあ結構ニュースなんかで報道されておりまして、皆様もよくご存知かと思うんですけども、まあ民間企業が罰せられて、じゃあこちらの沖縄県のですね、文化観光スポーツ部観光政策課のですね、まあこういった嘘の記載、観光収入をですね、課題に見せる嘘の記載がですね、罰せられないというのは非常におかしいなというふうに思っております。たとえ、この、県民経済計算のですね、資料の中で、まあ、観光収入がですね、まあ、課題に計上されていたっていうことが、まあ、翁長知事のですね、の指示ではなくて、翁長知事のですね、まあ、指示でなされなかったとしてもですね、やはりこちらはですね、まあ、翁長知事が、リーダーシップを示して、こちらの資料を訂正すべきだというふうに思っております。そして、実際にこちらのですね、まあ、計上した役人、この県民経済計算をですね、計算の資料をですね、作成した担当の役人をですね、まあ、厳しく処分しなければならない問題ではないかなというふうに思っております。民間では、厳しく罰せられるのに、まあ、役職となるとですね、まあ、罰せられないというのは、これ世の中では通用しないことだなというふうに思っております。まあ、民間ではですね、罰せられて、役人では罰せられないということではですね、まあ、ちょっと話は違うんですけども、まあ、沖縄県内ではですね、米軍人が、例えば飲酒運転で事故を起こしたり、あるいは飲酒運転ではなくてもですね、まあ交通事故を起こしますと、まあその軍人のですね、所属基地ですとか、あるいは所属部隊、あと実名を挙げて報道するのに対しまして、沖縄県のですね、役人、あるいは、まあ教職員がですね、事故を起こした場合につきましては、まあ例えば犯罪であってもですね、匿名で報道されるっていうことが起きております。
まあ、これはいわゆる沖縄日誌によってですね、まあ、多く行われているんですけれども、まあ、こういったことをですね、まあ、理不尽な形、こういった理不尽さをですね、なくしていくためにもですね、やはり今回、この、観光収入を課題に発表していたっていう件につきましてはですね、まあ、厳しく、罰しなければならないなというふうに思っております。まあ、このように立場が違うこと、立場の違いによってですね、罰を受ける割合のですね、大きさが異なってしまう、大きく異なってしまうということはですね、本当に理不尽極まりないなというふうに思っております。で、あと、この、県民所得をですね、失礼しました。観光収入をですね、まあ、課題に発表していた件につきましては、まあ、産経新聞が大きく取り上げておりました。沖縄日誌につきましてはですね、今のところ、この問題につきましては、まあ、報道されておりません。まあ、この番組に収録しておりますのは、1月13日のお昼の時間帯なんですけども、今、この1月13日のお昼の時間帯の時点ではですね、まあ、この観光収入を課題に発表したっていうことはですね、まあ、沖縄日誌では報道されておりません。で、あと沖縄日誌の他にはですね、沖縄県内では八重山日報沖縄本島版という新聞が発刊されておりまして、昨年4月からですね、まあ、本島版が発刊されました。本島版が発刊されましてですね、まあ、石垣地域だけではなくて、まあ、沖縄本島でも朝からですね、八重山日報が読める形になったんですけれども、実はこの問題、八重山日報でも報道されていないんですね。まあ、このように、まあ、本当に大きな問題、もう沖縄がですね、非常に理不尽な状況に置かれているっていうことを象徴する問題であるにもかかわらず、まあ、こういったニュースを報道したいというのは、まあ、やはりまだまだ八重山日報の方もですね、まあ、沖縄を良くしようという気概が足りないのではないかなというふうに思っております。まあ、この番組では、まあ、八重山日報の購読をですね、まあ、ある機会あるごとにですね、進めていたんですけども、やはりもっともっとですね、まあ、八重山日報さんには頑張っていただいて、まあ、沖縄県が抱える闇の部分、こういった部分を、まあ、ほじくり出してですね、沖縄県民の皆様に広く知らせるようにですね、まあ、していただくこと、それがメディアのですね、役割ではないかなというふうに思っております。で、メディアの役割をですね、きちんと果たしていただければ、もっと部数も伸びてくるのではないか、部数もですね、伸びてくるのではないかなというふうに思います。で、もちろん沖縄日誌もですね、まあ、この問題、ぜひとも報じていただきたいなというふうに思います。まあ、都合の悪いこと、まあ、自分たちですとか、まあ、沖縄県にとって都合の悪いことを報じないというのはですね、やはりメディアとしてはですね、いただけないことではないかなというふうに思っております。で、さて、本日もですね、あっという間に残り時間が1本切ってしまいました。まあ、このようにですね、まあ、私の番組では、まあ、沖縄のメディアがなかなか報じない問題もですね、まあ、どんどん取り上げていって、それから皆様に、沖縄県民の皆様、そして日本全国の皆様にですね、まあ、沖縄の現状をお届けしたいなというふうに思っております。まあ、本日は、まあ、ちょっと暗いニュースばかりを取り上げてしまいましたけれども、まあ、沖縄県に関するですね、闇の部分をですね、さらけ出すだけではなくて、まあ、沖縄県内でですね、まあ、起きましたハートフルな出来事、まあ、心温まるニュースもですね、まあ、今年どんどん取り上げていきたいなというふうに思っております。何も沖縄県はですね、まあ、理不尽なことだけではなくてですね、まあ、ハートフルなニュースもたくさんありますので、まあ、それにつきましても皆様に広くお伝えしていただければなという、お伝えしていければなというふうに思っております。それでは来週も水曜日の夜8時半にお耳にかかりましょう。皆様、良い1週間をお過ごしください。ごきげんよう。